ほら止まる。みちみきさん、結婚してありがとう。欅花火しません。で、石川さん、花びらありがとう。なんでミラボール回してるか、なんでわかんない。まちゃもこさん、ありがとう。やっほー。そう、みちみきさんハート。まちゃもこ、そう、今日重大発表あるんだよね。うん、そう、エビスコもらってない。みちみきさんハート。アイスレモンさん、お団子ありがとう。よかった。今日マラソン。うん、ヒロさん、花びらありがとう。もう重大発表するか。早いかな、さすがに。え、食べたい食べたい食べたいって私が作ったんですけど、今ブルダック知ってますか。みんなブルダック、韓国のめっちゃ辛いやつ。色が辛いもん、色が辛い麺食べてます。やばい、うん、うん、あと軽く、うん、食べていい、うん、うん、まんちゃんさん、結婚してありがとう。できません。結婚してもいい、うん、ダメ、わかった。まんちさん、かわいい、ありがとう。まんちさん、ハートありがとう。焼き犬さん、花びら。まんちさん、ハートありがとう。そう、ブルドッグじゃない。ルーシさん、お団子ありがとう。もう誰、誰のこと言ってるの。うんと、まんぽんさんから返信、ゆいなでしょ。ドキドキ、こんばんは。まつさん、お団子ありがとう。ゆいなと結婚するの。そうだよ、重大発表します。健康に悪そう、絶対悪いよ。何色、黒、黒、赤か黒。高松愛知園さん、お団子ありがとう。娘、これ娘じゃないよ。まつさん、ありがとう。うん、おいしい。え、そう、山根鈴葉さんがさ、リプとフォローもしてくださって、そう、思い出したって言ってくださって、ちょっとニヤニヤピーポーって感じ。ゆいにゃんね、ゆいにゃん、ゆいのね。ドクター K さん、結婚してありがとう。契約違反できません。遅い。え、ごめん、違うよ。やっぱホケラジやってたからさ、ねえゆいな、うん、ホケラジにかぶせちゃいけないかなって思って。あと、ご飯作ってって言うから作ってたの。ご飯って言ってもあれだけど、ブルダックだったよね。まるまるさん、お団子ありがとう。そう、明日のね、17時からキャンペーンがあるんですよ。キャンペーンで30万ポイントを達成すると、自分で描いたアバターをゲットできるやつがあるので、明日の5時からそれ頑張るので、よろしくお願いします。お団子とか花びら、花びらが対象ギフトなので、よかったらお願いします。そう、ずんちゃんさん、優しい、優しいって感じ。ゆうゆうゆうさん、まつさん、花びらありがとう。まくさん、結婚してありがとう。しません。食べてるのはブルダックだよ。重大発表。なおさん、ふくさん、花びらありがとう。そう、マレーシア行っちゃうの。高松愛知応援さん、誰もありがとう。ひーちゃんにお昼ご飯のおすすめしてたの面白かったよ。ガパオライス。重大発表しようかな、そろそろ。黒激辛、そうだよ。今日いちご徳島来ると思ってた。いや、今日レッスンの予定だったんだよ。いや、水飲むの早いよ、いな。今日レッスンの予定だったんだよ。でも今日なくなって、急遽。でも今日レッスンの予定だったの。ゆういちさん、花びらありがとう。違います、重大発表します。こんばんは。イキリンさん、見てない、イチャイチャしてるから配信始まる。違います。クマさん、飲みありがとう。
でも徳島めっちゃ遠かった印象がある。ツアーで行った時、行きはバス何時間も乗ってたんだけど、帰りは電車渦潮戻ってたけど、そう乗り換えたりとか。かなつるさんハートありがとう。ひーちゃん昼配信してたもん。配信中だったってことを言うな。知らん。重大発表しようかな。そう、30万の方は限定アイテムすべて。くまさん、だるま、のぶさん、花びらありがとう。あ、ちょっと察しがいい人がいますね。重大発表しようかな。免許取れば3時間半車運転したら4時間ぐらいあったらいける。いけたな。クアランプールに行く。違います。配信中に LINE してたもん。あれ配信中だったんだっていいな。こんばんは。ということで本日の重大発表させていただきます。重大発表に関してはまず X ツイッターのことなんですけど、昨日ゼンちゃんさんの配信行きましたか。行きました。行きました。移籍しません。山梨よりといい。より近い。いや近いんか。こんばんは。クアランプール山梨より近いはちょっとじわるのでやめてください。さあ発表しますね。重大発表 X についてなんですけど、 X についてのことなんですけれども、X の、フォロワーさんのお話なんですけど、フォロワーさんのお話をねしたいんですけど、なんと私のフォロワーさんにフォローしていただいた人物が いまして、もう発狂レベルなんですけど、私のことを今日フォローしてくださったとある人物がいらっしゃって、発表します。どこ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 、村山ゆりさん。なんかびっくりしたの。ちょうど X を見てたんよ。その時にちょうどその時 X を見てたら、なんかフォローされましたみたいなのが表示されるじゃないですか。 AKB48 村山ゆりみたいなのが表示されて、えみたいな、どういうことどういうことって思って見たら、本人で、ほんまにびっくりしちゃった。もうほんまにどうしよう。普通にななちゃんのもうほんまに、いやほんまでした。もうびっくりしすぎちゃって、結構やばかったですよね。やばかったですよね。ゆいなさん発狂しちゃいました。ほんまにびっくりしました。もうほんまに、だって別になんか私がその向けたポストをしたわけでもないから、ほんまにびっくりしちゃって、恥ずかしいです。普通にありがとうございます。そうゆいりーさんがフォローしてくれて、もうドキドキって感じですよ。もうびっくりしました。本当に嬉しいです。ありがとうございます。接点ないです。ちなみにないことはないんですけど、ないです。だから本当にびっくりしました。高松愛ちゃんさんハートありがとう。多分私の予想なんですけど、ずんちゃんさんが私のやつをリポストしてくださったんですよ。ずんちゃんさんに向けたやつをリポストしてくださって、だけそれかなって思って、その本当に嬉しすぎて、もうフォローしたい。いやもうしてますよ。結構昔からフォローしてるんですよ。シンクロときめき懐かしすぎる。まゆゆさんって感じ。うん、よし。ほんまにだからそれかなって思って、普通にもうなんかもう嬉しいですよ。ありがとうございますって感じで、もうやばい、もうなんか大丈夫かな。普通にもう恥ずかしいですから。昔からしてるよ。昔ってかもうこの X 解説した時、なんて言ったらいいの、解説した時にもうしてたから、フォロー返したも何もって感じなんですけど、うん、びっくりしました。本当にずんちゃんさんのモノマネかわいい。こんにちは、これです。もうちょっともう嬉しすぎちゃって、もうドキドキですよ。ユーナーズン、つながったって言い方やめてください。おいらもイチゴフォローしようかな。してないの。してそれは食べないっすよ。これもん食べない、うん、
べる？食べたいけど、あと何口？わかんない。私なら二口。じゃあ一口だけ食べる。だって私いっぱい食べたからいいよ。まだお腹空いてる？食べたじゃん。じゃあ後でもう一個食べる？うん。いい。かわいい、かわいい、うん、食べちゃっていいの、うん、うんうんうん、うん、この前より、この前の重大発表は千穂さんの TikTok に映り込んだ、それだけ。お兄さん、お団子ありがとう。嬉しいこと気になった、ゆいりさんにフォローしていただいたっていうのが今日の重大発表でした。もうやばいです、普通に。クリカンの子さん、花びらありがとう。そうね、なんか昔はさ、グループ48グループでライブとか結構多かったけど、最近はね、会社がこう分裂してからあんまり一緒にっていうのないから嬉しいです。クリカンコさん、ハートありがとう。あ、してるの、ごめん、してない。みんな、そこに置いたら危ないからこっちを行きな。うん、そう、嬉しかった。もう本当に嬉しいので、もう誰かが私の代わりにお礼してください。いや、自分でしろって感じですよね、ごめんなさい。赤ちゃんおる？そう、赤ちゃんいるのね、赤ちゃんかわいい。変身、え、だってフォローしてくださったところにどこに返信したらいいんかね。でも送る。おう、マギさん、オンさん、ユーナーマギオンさん、会いたいですね、ユーリーさんに。卒業かと思った、重大発表急に。そんなわけないやん。うん、え、ミラーボールさ、回んなくなっちゃったの、ただの照らす道具になっちゃった。あ、動いた、嬉しい、普通に嬉しすぎて。もうユーナーもギオン制覇、制覇ですか。オンライン行かなきゃ、ゆうりさんの、え、ゆうりさんのオンラインさ行ったんよ、なんかいつかな、わりかし最近、最近でもないけど行ったこと、行ったことはある。可愛かった。なんかでも1枚しか撮ってなかったっけ。はじめまして、え、あの、好きですはんみたいな秒で流れていた。ねえ、見て、今日さ、リップさ、塗ってないことはないけどさ、もうほぼ取れてて、塗ってなかったのに辛いの食べたっけ、塗ったみたいになってる。うん、故障したミラーボール、ほら、こんばんは。うわぁ、かわいい、やばいですね。でもとっても美味しいです。おきまえさん2人で出られるってこと？すごっ、フェス、これ、いいな、見て、見た、こんばんは、なあ、こんばんは、パリピの部屋、そうだよ、辛いのでも大好き、なんか痛い思いしながら辛いものを食べたい。こんばんは、こんばんは、ミラーボールです、これは。でも回らない、これ、みんなが回して、私の代わりに特訓、やっほー、あ、行くんだ、いいね、いいな。そう、口内に今染みてる、めっちゃ。リコチさん、どういうこと？こんばんは。動いたら私がこう動かすと OK ね。ちょっとは動くんよ。ちょっとは回したら動くんだけど、そうなんですよね。福沢でフェスですか？出ます、出ます。
地さんはどういうこと、ティファールでお湯を沸かしてお風呂に入られるの？膨大な時間考え借りかなんかかかりそうだけど、お風呂が使えないんだって。リコチさんご招待全然するんですけどって感じ。大丈夫なんかな、お風呂が入れないんだって。全然もう熱々のお風呂をお貸ししますって感じなんですけど、はい。この辺にノドルヌスプレー、え、おし、あれなんだっけ、うがい薬、イソジン、3期の1周年イベント、ないあるんかね、どう思う？いいな。でもこの直前でさ、お知らせないのなんじゃない？でもわかんないよ、STU がも。高松あいつの演奏、花火ありがとう。待ってほしい。ね、冷める、確かに。リサコも来て全然じゃない？うん、当たり前。リクチさん、ティファールでお湯沸かす？全然、ほんまに大丈夫かな本当に大丈夫か。かんすけさん、花びらありがとう。そういうこと言わないの。鍋でお湯沸かしてる、こんばんは。もう大丈夫、もうなんかおしん、もうだなんかレコシさん大丈夫ですかなんかもうなんか大丈夫、全然もうお風呂気まずいか。こんばんは。借りたくないって言ってた。お風呂は人に借りたくない、確かに。お風呂借りるのって結構気まずいか。よしかっこくんさん、花火ありがとう。それでも泊まったりとかしとうきでしょ。あ、お風呂だけのためにってことね。うん、確かにね。 YouTuber？ 味噌汁？お疲れさん。大丈夫なんかね、もう心配です私は。今日も可愛いね、ありがとう。リコチさん大丈夫なんですか、もうお風呂入りますか、私のお家。プリカノコさん、ペンライトありがとう。これ美味しいピルクル400、私の相棒になろう。最近 X100 日後に何とかするコアラミ、やばいやばい、わしが忘れかけてた100日後やめて、100日後やめてください。今日の走らないといちごね、知ってるよ。走らちゃんズとか言ってる、誰走らないとかね、いちごちゃんズって言いたかった。見たよ、誰かのメグさんの動画の。ティファールは電気代がやばい、確かに。引退するの、ゆきひらさん、花びらありがとう。引退する、どういうこと、なんか活動されてる方ってこと。こんばんは。こんばんは。お風呂貸してあげた、いや全然、なんか私でよければいつでも貸しますって感じなんですけど、でもなんか確かに後輩に借りるとか気まずいかな。全然私はもういつでもお待ちしてますって感じなんですけど、気まずいですよね普通に。シャンプー買わなきゃ。え、シャンプー買わなきゃ。なんかさ話してもいい、話してもいい？何が？シャンプーの減りがおかしい気に関して。うん、よく止まりにくいから。うん。か、わしの髪の長さ的にね、でもあとね、また3ヶ月ぐらいはも、3ヶ月、2ヶ月ぐらいは持つはずなんです、シャンプーの量が。あれなんかね、なんかもうなくて、シャンプーが。なんでかなって思ったら、髪の長いユイナが使ってるからなんですね。私、お風呂いろんな人に貸す人みたいになってるから。全然。お貸ししますけど気まずいですかね、やっぱり普通に考えて気まずいよね。違う、どういう何か虫みたい5月のめっちゃ違ういないから、エアーだから自分で作りなさい。え、いいの？え、いいけどさ、洗わないといけないから誰よ、いい？このまま作っちゃダメだと思う。だってお湯で沸かすんだよ。あ、そっか。やめた。待って。
あ、5月のお台場ライブが終わった後にね。友和さん、ヒロさん、花びら、ありがとう。ティファールガスコンロストーブで沸かした危険なティファール一本にした模様。もう大丈夫なの？もうだってもうリコチさんなんかもう前髪なんかもう前髪ボソボソになってるから心配です。前髪が心配。ほら前髪がだってもう見て、もう大丈夫なんですかリコチさん。もうさリコチさんが心配です。もう今すぐ入りに来てください。もう今すぐに私がお湯を入れて待っているから来てくださいっていうレベルなんです。もはやあれじゃない、お湯入れちゃって来ないと無駄になりますって言ったら来てください。逆にね、森子さんのためにお湯入れたんで今すぐ来てくださいって言えば。もうなんか心配、もう大丈夫なんですか。平本蓮さん、四国県さん、あ、団子ありがとう。シャンプー、そう森子さん大丈夫。72回ももう大もうだもうもうリコチさん大丈夫。もうリコチさん気になりすぎる。もうリコチさんが気になりすぎてもう無理。リコチさん大丈夫ですか。もう私が今お湯そこ入れてくるので今すぐ来てください。そしたらもう私がもう入れます、入れますわ。やばい、中止を、もう今すぐ、もう今すぐお伝えしますから。大丈夫ですか。シャンプー代徴収だって。でもシャンプー買ってくれるってね。ゆいな、え、うん、お風呂使ってくださいは言いづらいよね。でも言いづらいけどもう心配すぎてもう、うん、いつでも入りに来てくださいって感じなんですけど。だってもうなんかもう疲れてるもん。疲れ切っちゃってらっしゃっててもう心配です。私はナルカリさん、花井菜、ミニマーダさん、お団子ありがとう。広島銭湯ないの、確かにあるんじゃない。確かに。もう大丈夫なんですかね。配信もあるからさ。もう大丈夫なんですかね。ミニマーダさん、バラありがとう。もう絶対、え、あと3時間かかるとか言われてらっしゃるけど、大丈夫なんですか。え、本当に来て、え、本当に来てください。私の家だから本当に来てください。え、本当にもう芝生さん、誰も花束ありがとう。クリカノコさん、ペンライトありがとう。え、もう心配です。一緒にお風呂入りませんかはやばすぎるから。それはダメだよ。え、普通にもうなんかだいもう大丈夫、うん、もう大丈夫ですか。高圭さん、花びらとお団子ありがとう。もう全然もういつでもなんか、え、もう今すぐ入りに来てくださいって感じなんだけど。だってさ、入浴剤付きでって感じなんだけど。入浴剤付き、はい、入浴剤付きでね、全然近所にある。私の時は入れてくれないのに。そうだよ。 Let's party? Yes, party。 いや全然普通にもうなんかもう今お湯入れてきますって感じ。よかしら、もう入ったね。クルさんやばい。お風呂狙ってない。クルさん違います。私アズミンさんとマーフさんと一緒にお風呂入ったことある。ええ、すいません。もうどういうことリコチさん、人生すぎるそれは。もう、もういつでも連絡してくださいって感じなんですけど。もうなんてもう顔が疲れ切ってさ、なんかもう疲れてる。めっちゃミニバードさん、だるまありがとう。ちょっと待って。小森、リコちゃんのお家の湿度が 85%、 もう水やんほぼ。大丈夫リコちゃん、リコちゃん大丈夫なんですか。もう貸しますよ普通に。よいしょ。
失礼失礼、ただいまただいま。ジャングル違いますよ。加湿器もういらないやん絶対。なれかりさん花屋ありがとう、こんばんは。もう気になっちゃうから、もう気になっちゃうから、もうもう気になっちゃうから。さすがに大阪の湿度今日80雨だったんか。今日雨降ってたね、嫌でした。とてももうなんかそれかさ、なんか近くの銭湯とかもなんか調べて紹介しましょうかって感じなんですけど。うん、もう大丈夫なんですか。もう分かんないです。今日回ってるよこれは。でもでもって感じ。高松愛ちゃんさん、じいじありがとう。でもミラーボールがなんか動きがもう悪くて回らなくなっちゃったんだよ。東京でお仕事して帰ってきて、そうだね、今日さ、さこさんとさね、見たよね。見た、出られとったの。近くにスーパー銭湯があれば、うん、あればいいけどね。私が好きな入浴剤があるんよ、森の香り。サイカリンさん、え、あ、森でね、根拠はなくても自信があればいいって元気だった。やばい、急に無謀。根拠はなくても自信があればいい。薬切れ、おやすみ。おやすみ、高木さんお疲れ、ありがとう。お疲れ、おやすみなさい。今日は日曜日なのでね。成功しました。なんておっしゃられてますか。大丈夫ですか。全然悔しい、死ぬ。大丈夫なんですか。もう優しい、あ、もう、あ、愛子寺さんのところに行くかもしれない。あ、もうそれはもう今すぐ行ってください。よろしく、ありがとう。そのうち星、もう星です。星って星だから、何、もう星だよ。わあ、優しい、嬉しい、優しい、嬉しい、もう浮かかないけど、もう絶対普通に考えて誰かのお家にいた方がいい。今度いちごちゃんがお風呂がピンチになった、入りに来ていいよ。そんなピンチになることないよ、ないんですよ、なかなかね。レカナカさん、ペンライトありがとう。いつか借りに行くよって、あ、いつかね。だい、本当にこれ大丈夫なんですか。よしこっこくさん、花火ありがとう。明日はみつこさんの日らしいよ。あ、りくちさん、本当にもう本当にもうなんかもう大丈夫なんですか。もう絶対もう本当にもういつでもいつでも来てくださいって感じです。もうもうだってさ、もうおかしいじゃないですか。普通にティファールで、ティファールで沸かしてて、もう入れません普通に。もうもう無謀な夢はです。こんばんは。もしもうもうさ、もう入れちゃってさ、お湯入れちゃってさ、もうこれりくちさんが入りに来ないともうお湯の無駄なんですよって言えば来てくれるかな。なおさん、ペンライトありがとう。私のおすすめの入浴剤付きで、なんかもう心配、普通になんか本当に本当に言ってきて、本当に大丈夫大丈夫なんですか。うわ、口がヒリヒリするよ、ゆいな。食べたからできる子、やる人、いや何時間かかる。でもなんかさ、そう、入れとる間に冷めちゃいそう。そのそれを沸かしてるお金の方が高い。そう、なんか銭湯とかもうなんかご紹介しましょうかって感じで。取っ手が取れるはティファールです。もうやめてください。もう伝説ですよ、りこちさん。もう大丈夫ですか。うん、夢は覚めないけどお湯は冷めるとか、もう
活した？したよ。バッチさんハートありがとう。ちょ、ごめん、私の配信は私の配信で意味が分かんない配信してるんだけど、今大丈夫かな。手をなんとかって熱かったらしい。あ、じゃあ成功してるってこと。でもさ、ティファールとかってさ、 1リットルぐらいしか沸かせんやん、そもそもが。だからさ、それお風呂って何リットル、60リットルとかでしょ。60回しないといけないってことでしょ。もうそんなことしないで、もうしないでください。ゆかりさん花びらありがとう。そんなことしないでください。もう負けられない戦い、絶対に負けられない戦いをしてるの。じゃあやっぱ応援するしかないのかな、負けられない戦いをしてるという方。負けてしまったらいつでもお待ちしておりますって感じ。10トルぐらいだよね。こんばんは。熱々に沸かしていい具合に薄めて調整できる？できないよ、そんな何回もやってたら。150リットルぐらい必要、無理だよ。無謀な夢は覚めることがない、無駄の裏ずっと焼き付いてる。かまつあいちゃんさん、バラありがとうございます。もう本当に、もう本当にいつでもお待ちしてます。自然災害に備えて自主的に訓練。いや、自然災害が起きたら電気使えないからティファールは使えないんだよ。マツさん、お団子タンタンさん、花びらありがとう。ショールーマーにはなれない、ここで諦めたら。日本中が今レクス応援してる。あ、じゃあ私も応援団の一人になろうかな。じゃあ応援しておきます。でもさ、配信もさ12時までしかできんやん。やけさ、あと40分ぐらい。ティファールの湯は冷めることがない、そっちの冷めるね。非常用電源。いや、そんなことしないで、もう普通に非常用は、非常時は暑いって言ってる。それかもう熱湯を持っていく。どういう後輩。熱湯を持ってピンポン押してくる後輩とかちょっと無理かもしれない。結構うつ伏せ。あーね、なんか分かった。え、重りをさ、お風呂にさ重いものをいっぱい入れたらさ水位が上がるじゃん。そしたらさお風呂入れるんじゃない。え、天才じゃない、天才だよ。え、そう、もう絶対普通に借りた方が早いとか思っちゃう。パーティー中違うよ。え、もう、え、そう思わん。そう、ネットを持ってくる後輩はちょっと決め、え、本当に天才すぎん私。え、もう絶対そうした方がいいと思う、ゆこしさん。え、だからさ、もっとさ、なんかもうさ、めっちゃ重いものをさいっぱいさ入れてさ、お湯の中に入れてもいいさ重いものをさ大量にさこう入れてさ、したら水位が上がるけさ。え、もう絶対そうした方がいいと思います。はい、歌いながら頑張っ、もうそれは天才です、ゆこしさん。確かに200リットルもいる。ラクマさんハートありがとう。いや、天才すぎ、もうびっくりした。自分が入るスペース、それは入れるよ。でもリラックスできんもんか。ペットボトルでかさ増しは伝えましたが、ペットボトルがない。え、もうお届けします。ウーバーイーツじゃないですけど、はい、2人で入ればいい。確かに、そしたら体重分がね。こんばんは。ちなみに石川県の地震の時に別府市が温泉を車で持っていくみたいなことしてた。もうそれします、私が。人のいちごが入る、嫌ですよ。人のいちごもお風呂入ったんだもん。どう見てもお風呂上がりじゃん、こんな人。パジャマで。どうしたんですか、赤ちゃんが泣いちゃいました。お腹すいたもう赤ちゃんが暴れちゃいました。お腹すいたんですか。何が食べたいんですか。何が食べたいんですか。じゃあちょっと教えてください。いくよ。すいません、ただいま。そうですね、でもちょっと終わるまでなので、あと
あと35分とかさ、あー無理ですね。自分で作ったりとかはどうなんですかね。できたりとかしない感じですか。できないですね。はい。おー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 、いいな、むちゃも年齢不詳、死ぬ夜泣き。くまさん、あだんご 3.75 さん、ヘラ式ありがとう。赤ちゃんが暴れ出しちゃいましたよ。くまさん、おだんごいっぱいありがとう。ウーバー、お腹すいちゃったんだって。そう、チューしてる、してないです。どこがや。うん、赤ちゃんお腹すいちゃったんだって。チューしてないから。普通に私がミュートにするとみんなうわっチューしてるって言うけど、もう小学生ですか。お湯沸かしてカップ麺、いやお湯沸かしたらリコチさんにいいでしょ。リコチさんにプレゼントです、お湯沸かした場合は。お眠の時間違う、お腹が空いたんだって。千と千尋のでかい赤ちゃんなんだっけ、ボウみたいなやつ、ボウになっちゃったの。あー分かって、うん、でも洗わないといけない、それを。そのことできないでしょ、赤ちゃんだから。こんばんは。小学生はチューしないだろ。それかもしれないや、小学生だって。どういうこと、ボウ。なんか辛いからさ。え、あれはねえねえ、私がさ買ってきたさ辛いラーメンのやつ、いいな、その辺にさない、韓国語のやつ。あった。それはどうですか、食べる。じゃあ明日買って、同じの。いや、画面外。マッチさん、お団子ありがとう。なんでチューしないんですか、逆に。逆にですか。はい、だからお湯、うん、お湯、多分お湯捨てるタイプだから、普通に水道水で、もうお湯ぐらい沸かせて、さすがに。チュシチュシ、うん、いちあぎさん、お団子ありがとう。中学生、辛ラーメンじゃないよ。松さん、お団子ありがとう。鼻水出るよ、彼の食べた。でも大丈夫、セーフ。お湯を捨てるやつ、そう、お湯を捨てる系の辛いやつ、多分。か、え、日本語書いてない。23円しかない、いちごの大切な食料が。じゃあ今ない、いいよ、食べな。お疲れ様、リクチさんへの。そう、もうリクチさんがもう大丈夫かどうかがもう気になって、無理するからいい。もう拗ねちゃったじゃん、そんなコメントするから。もう1年前まで赤の他人だった。いや、それな。カズさん、ありがとう。こちらこそありがとう。もう大丈夫、森越さん、本当にもういつでも待ったい。もういつでも来てください、本当に。お湯沸かすは、いや、いや、お湯沸かすはセンシティブだよ。ペヤング違うよ。松さん、お団子高田一さん、ハートありがとう。ちょっともう赤ちゃんのためにご飯を一瞬で作ってきますわ。ちょっと待っといて。よっこれ、ちょっといたたたたたた、ギフト券もらえるな、うん、よいしょ。そう、ゆいさんにフォローしてもらったの、激アツ展開。違う、うん、違います。赤ちゃんからお金貸してもらう、やばい。フリカナコさん、お団子ありがとう。そう、こもりちゅうちゅうさん、お団子ありがとう。左利き、離乳食。そう、ハルオさん、花びらありがとう。ちょっと待って、これのさ、外についてたさ、袋どこにやったですか。この、この守ってた袋、捨てた。捨てたの、どこに捨てたの。わかんない、もう
りこちさん大丈夫？なんてタンタンさん花びらありがとう。北崎はいつでもお待ちしております。こんばんは。え違うよ本当に。ちょっとじゃあ勘でやってみるわ。じゃあ韓国語読める人いますか？韓国語読める人なんて書いてありますか？これなんて書いてあるか誰か分かる人教えてください。福丹さんお団子ありがとう。韓国語読める人。じゃあリコシさんは給湯器が壊れちゃったんだって。そうカスミン読めない。カスミン聞くことしかできないから。そうリコシさん本当に大丈夫。もうほんまにほんまにもう無理ってなったらいつでもお待ちしてますって感じです。そう小日向さん通訳アプリ確かに今通訳アプリ入ってるスマホに。じゃあ入れるわ。もう本当になんて書いてあるんですかって感じで、もうなんですかって感じですよ。焼くと焼きそば的な感じ。そうそうリコチさん大丈夫そうなんですかね。もう心配ですよ。後輩は心配しています。私はうん、後輩はいつでも待ってます。後輩はいつでもお待ちしてますので、もうなんか本当に待ってますって感じ。おーおーおー溶けた。やってるね。今電波悪いよね。ぐるぐるしてた。あの見たぐるついてましたね。今韓国語読めない。リコチさんでもリコチさん結構お話ししたよ。まあ仲良しということはないんですけど、前向きに頑張っています。いやもう頑張っていらっしゃって、もう本当にもう本当に無理ってなったらもういつでもお待ちしてます。本当にもう本当に本当に心配です。私は違う違うこれなんていうの。違う違う違うボリューミー。違うボリューミーはいいんだよ通訳者ボリューミーって泳げなくなる。うん本当になんならもうお湯入れて待ってますって感じ。ほらありがとう。あ待って出てきた。だって出てきた。ちょっと待って。おーおー跳ね返る。水が熱いので何何何。もう何ライスミョッキンポメメンみたいな。ほんまに何これなんて書いて。今後のやつどこにやったの。わかんないよ。わかんないんだけど俺は言ってるわ。もう韓国語読める人いませんか、うん、みんな韓国語読めないの。電波悪いよね。でも普通に考えたらこれが火薬でいいな。分かった。ぐるぐるしてるよね。え、そうこれ気になって買ってみたんだけど分かんない。めっちゃ電波悪いんだけど、なんで読めんのに買ったの。美味しそうだからだよいいないいな。ここにお湯を入れて、お湯を入れてここにすればいいか。うんブー。多分4分4分か4って書いてあるので4時間かもよ。4時間なきゃ適当にぶち込めばできる。そうだよね、やっぱ思った。でもこういうのって大体作り方一緒で、火薬を入れてお湯を入れてみた。なんかさペヤングとかそんな感じなんだから。やってみました。レビさん花びらありがとう。黒くなるんだけどなんでです。ゆいな電波が悪くて黒くなっちゃう画面が。なんで電波が悪いです。どうしよう。みんなみんな電波が悪いよ。合ってるかね正解ということ。
よいしょ、X で聞いてみようかな。ユーカリ類や貴重なお湯を。もう Wi-Fi 切ってみました。聞いてみます。X で合ってるかね、聞いてみましょう。アンミカさん、なんでやん、関係ないやろアンミカさんは。韓国語わかる人、わかる人、わかる人、人いませんか？はてなはてな。ただいま。スマホの違い？ええー、な、私の Wi-Fi 使って配信してた？うん。ちょっと待って。食べたいのに終わった、何も分かりません。適当にお湯入れちゃいました。合ってますか？助けてください。あ、終わった。間違えた。今 X に投稿して聞いてみたいと思います。うん、違います。こんばんは。顔が見切れてる、いつもだよ。いや、おかしいやろ、リコチさんの貴重なお湯を奪ったらかわいそうでしょ。アイコジさんわかるの？こんばんは。お腹の中に入ったら一緒。うん、それはそう。ちょっとリコチさん頑張れ。あ、応援、ここで応援してんの。リコチさんのところで応援してきてよ。韓国語の単語がわからないんだよ、そもそも。間違えた。 X のやはやはさん、ハートありがとう。お湯を入れて4分待って湯切りみたいだよね。多分そうだよね。私もそうなんだろうなって思ったけど、合ってるかが分からん。ミラーボール回すのは違う。ミラーボールがもう回んなくなっちゃったの。おひなさんに適当に打った。いいやん、適当かい。え、まひなさんが配信始めた。でも4分経ったと思う。経ってない、さすがに。経ったかな、4分。合ってなかったら結構気まずいんですけど。もうバズる投稿今日もしちゃったもん。写真撮って検索。いや、写真通訳したのにさ、なんか通訳がさ機能してくれなかった。マネージャーさん確認してよ。手動ミラーボールだよ。お湯を捨てる。確かに今からお湯を捨てるんだよ。陸地さんには申し訳ない、ちょっとセンシティブな話。やばい、リコチさんはお湯を頑張って貯めてるの。私はお湯を捨てるんだ。最低の人間だ。よいしょ。え、絶対こうだよ。いいな、いいな、いいな。ほらほら、食べれる食べれる絶対。リコチさんのお風呂に捨ててくおかしいでしょ。マネさん、いや、マネージャーさんこの時間絶対出てないよ。いや、おかしいやろ。ハンスキさん、ハート、ありがとう。ゆいにゃん、ゆいにゃんはね大丈夫。高松あいつ最中半、ありがとう。
イスケエメさんハートありがとう。そう贅沢だよ。リコチさんからしたマサヤさんモディラありがとう。ちょっといつもなら見てくれるのに見てくれないよ。えほら美味しそうだよ。おいで。めっちゃ辛そう。でもいいな。いいよ食べな。いいよ普通に食べな。めっちゃ美味しかったらまた買おう。眠い？お腹すいた？どっち？どっちも？食べる。うん。食べる。まさやさん、鼻毛ありがとう。混ぜたらもう食べれる？うん。多分ね。わかんない。合ってるか作り方。こんばんは。やばいよ、レコツさんには内緒。イケピサレンボさん、ありがとう。さっきとはまた別のさ、匂いする辛いの匂いが。お湯をもらう。なちゃまこさん、花びらありがとう。ポストしたいけど、キマゼットだからどうしようみたいな。お疲れなんですね。クレンボサランさん、ハートありがとう。これ、合ってなかったらキマゼットだから。辛くない、うん、その辛そうな感じ出しといて、うん、ひで太郎さん花びらありがとう。甘いかも。甘い甘い食べて甘い言いたことが甘い。この時間のラーメンが本当に最高すぎてやめられない私たち。甘いよ。いただきます。うん、甘いよ、ね、なんかトッポギみたい。わかる、トッポギみたいな甘さ。うん、ちょっと甘めのトッポギみたいな味がする。なんか飯テロ飯テロ。これ甘い。これ甘いでしょ。明日むくむな。私毎日むくんでることになっちゃうんだけど大丈夫かな。毎日辛ラーメンとか食べても毎日むくんでる。もうむくみパーティー。私むくんでるのあんま顔に出ない。むくんでる？いつも私、うん、なんか甘い。甘いけど辛い。辛い？いや、うん、甘辛って感じ。カロリー欲しい？めっちゃ食べるね。食べるよ。辛いのはあんまいいよ。これ甘いもんだって本当に、うん、トッポギとかのさ甘辛系のやつの同じ味がする。本当に美味しいですよ。なんていうラーメン気になるでしょ。気になる。私もこれでもドンキホーテで購入したんだけどさ。これ見といて。ん、こちら食べんの早っ。えへ、えじゃないね。こちらでも韓国語が読めないのでわかんない。マネージャーさんが確認してくれない。調味料全部入れたよ。まあこれしかないよね。2個しかないよね袋。いただきます。甘いよ。でもブルダクソースみたいな。ん？ある。持ってこっか。あっという間に食った方がいい。半分ぐらい余っておけ。上すぎんじゃん。お手洗い。うん。いいよ。赤ちゃん寝た？寝てないよ。赤ちゃんお腹が空いたと言ってわめき出したのでご飯をプレゼントしました。怒られるの？お医者さんに。かわいそう。おとぎラーメンポッキーって読むの？なんで読めるの？すごい。おとぎラーメンポッキーで読むの？マネージャーさん寝てる。絶対寝てないよ。絶対に寝てないんですよ多分。そう夜泣きしちゃった赤ちゃんが。美味しすぎます。当たりが強い。当たりが強いですか？タバスコ赤ちゃん寝る時間確かに。マネージャーさん多分おっとぎラーメンポッキー。え、すごい、なんで読めるん。おっとぎラーメンポッキーさんですか。調べてみよう。それをおっとぎラーメンポッキー。すごい読めるんだ。おっとぎ
おっときおっときラーメンポポッキーじゃないポッキー。あ、マネージャーさんから返事が来た。あげていいって言われた。あげます。もう手遅れ交渉なんですけど。すごいね、ショールームに。ミニバーナさんハートありがとう。え、本当だ、調べたら。え、すごい。おっとぎラーメンポッキーって言うらしい。これ汁なしラーメンなの。うん、汁なしラーメン。すごい、すごすぎる。あ、マネージャーさんが教えてくれたわけじゃないよコメントで教えてもらった。マネージャーさんは多分読めない読めなさそうやばい、怒られる。こういうこと言ってるぞ。バレるバレる。すごい、なんで分かったの。カラメーター、食べたことあるかもしれない。マジ。甘辛で本当になんか普通に甘いかも。リップしておくね。え、ありがとう。これちょっと美味しいかも。みんな食べて。Googleレンズで通訳したけどできなかったの。え、多分日本語で書いてあるんだよ、作り方。作り方書いてあるけど、ゆいなんかどっかに捨てたから分かんない。作り方多分正解じゃない。読める人やっぱいるんや。作り方で、作り方まで、あ、本当、確かに作り方って調べたら出てくるんだ。あっとったかな。いや、日本語表記のやつを赤ちゃんがね、うちの赤ちゃんが、そう、しょうがないんです。みんなお腹いっぱい。まだでしょ絶対思わない。いいのはね、たくさん食べる人なので。ガチさ、ガチおもろい。作り方普通っぽい。あ、じゃあもう普通にいけてたかもしれない。普通にいけてたかもしれないです。あ、リップもありがとうございます。作り方合ってた。やっぱ天才やわ自分。やっぱここが良くて、あ、ちょっと滑っちゃった。ここが良くて、うちの赤ちゃんが。そう、なんか私的によく食べる人はゆいなとみゆぽんとりさこ。私が一番食べると思う。ゆいなとりさことみゆぽんはガチでちゃんめっちゃ食べる。で、一番食べない人は私その通り。だから食べるのが遅いよね多分。本当に私ってよりも食べると思う。黄色いチーズのやつが美味しい。そうなの。確かに大体作り方一緒やな。勘がいいから、勘のいい時は嫌いだよとか言われないようにしよう。美味しいですよ。私は今ピルクル400を飲んで健康になっていこうと思います。リサコとミユポンとユイナ対決してほしい普通に。え、もうマジで勝つ気しかしてない。それさ、2人とも同じこと言ってるから。え、でもリサコとね、前お寿司一緒に行ったけど、うん、私の方が食べたよ。え、何それぐらい。え、忘れた。でもさ、自分のお金じゃなかったらさ、いっぱい食べれるくない。なんか分かる、言いたいこと。自分のお金だとやばい、お金ないってなきゃ。ナナさん、レンボさん、ありがとう。いや、あの映画系嫌いだよって感じで。こんばんは。この時間に食べて健康は語れない。何ですか。健康は誰にでも語る権利があります健康ガチ勢。健康は語る権利があるので、ごめんなさい、語ります。健康についてはこんばんは。でも私もなんかそのリミッター外れれば食べれる。でも今日とかさ、食べるの早かったでしょ。早いけど多分食べるのが遅いから、入るのが遅いから食べる量が減るんだよ。満腹が来ちゃうケースが。カップラーメンは予約休みが予約する感じで続きます。でも大体そんな感じだよね。食べたいなこれ。それから入れてこようか。うん、食べる、うん、だから自分のお金、え、逆に怖くて。なんか企画とかバズれんのです。それこそね、やりたっていうね。したいね。でも大食いは、あ、大食いはオッケーだけど早食いはアウトなんだ。早食いはアウト。大食いと早食いは別。なんていうんだろう、危険性があるから。あ、確かにね。早食いはダメだよ普通に。大食いにしよう。早食いが得意なの私。大食いも得意だけど。デニム？明日までなんだ。
満腹中水が刺激、そう満腹中水が刺激されて、多分食べるのが遅いから満腹中水が刺激されて、もうお腹いっぱいだよってなる。リオさんだ、リオさん、リオさんが来た。あら、リオさん花びらありがとう。リオさん、リオさん韓国語読める？読めないか。これ読めますか、リオさん。赤ちゃんに話しかける喋り方よ。ゆっくり食べる方が満腹。なんか韓国語のなんかなんて書いてあるかよくわかんないラーメンを適当に作って適当に食べてるなどです。ハンスケさんお団子ありがとう。リオさん、クリオさんになんか言おうと思ってたんだけど忘れちゃったんだよね。なんだっけ、忘れたわ。行きましょう。え、そうだよ、リオさん鬼滅はありえない。Now already eat cup ramen? Yes。 子供は寝かさないとガチガチ子供の方。ツンツンさんだ、ツンさん。でも甘い、なんか甘いよね。甘い、うん、甘い。あ、決まった。つんさんは春休みなんかな。え、つんさん明日頑張ってください。小学のね、イベント。え、うちらも見えんのかな。え、招待してください。つんさん頑張ってね。一郎、違う、それは私がホームステイしてた時にホームステイ先のなんかホストマザーがいちごって何回も言ってんの、一郎一郎って言ってきた話だからやめて。そう、4月からまた放送するの。え、もう4月なんてすぐじゃん。え、リオさん、よもやよもやだよ。そう、明日はお船でイベントがあるんで 2.5 期さん、かちゃんにしたらよう喋る。あ、なになに、なんて読むんですか、なんて読むの、誰か助けて。高松愛ちゃん、ハートありがとう。ヒット一層さ、一郎さん、リコチさんちゃ、なんとかお湯が溜められそう。すごい、すごすぎる、リコチさん。よかったです、よかったです。小学イベントに登場するの一回も登場しません。ところでお泊まりですか。わかりません。そうめん帰るって言われた。山で送ってって言われた。寒いかな外。昇格したら一緒にレッスンできなくなる。え、確かに。じゃあやっぱりリオさん明日昇格しないで。いや、してください。ケンクレイジーさん、ハートありがとう。寝かしつけ、そう、ごきげんよう、ごきげんよう。むこちさんすごすぎる。確かにね、通訳システムあればいいけど。カズさんありがとう、こちらこそ、ありがとう。なんかよかった、リコチさんがお風呂入れるって幸せ。お風呂って幸せだよね。保存時間でも大丈夫、保護者がいるから私とね。私19歳なので成人してるということで、一応保護者ということで保護者します。19歳って微妙な年齢しとうよね。コメコニク、リノンさんハートありがとう。ラーメンの通訳もありがとう。2歳で産んだ、そう、産んだ、産みましたよ。根気がありますね。ティファールでね、すごいよね。ダメ、私のおんちもちファールのお湯沸かすやつ。ミヤヒーさん、花びらかありがとう。父の母、リファールがすごい説。いや、リコチさんがすごいですよ。クターケイさんハートありがとう。うん、おいしい。3人の子持ち、レアジューとミーポンとユイナってこと。お子さんのルームでは優しさにみんな感動してました。え、なんかこちらこそ、なんかもうなんか困った時があったらいつでも言っ
てくださいって感じです。もういつお風呂入りに来てもいいですって感じです。もうはい、なんかもうもし私のお風呂が破壊じゃない故障したら助けてもらいます。美味しそうにラーメン食べてるの見たから自分もラーメン食べようと思う。え、食べよう食べよう。何ラーメン。ドクター K さん音符ありがとう。シャワーも出ないね。カナダがさっきなんとかって言ってた、ね、星なんよ。星で何言ったか分かりません。あ、じゃあそろそろランキングを読もうかな。寝ます。おやすみ。これは月曜日ですので、ね、ランキング読みますわね。えもうミラーボールが回んなくなった。うざい。普通にランキング読みます。15位から読みます。15位がマックさん、10位がミキミキさん、13位がリラックマさん、12位がルーさん、11位がなちゃもこさん、10位がイケピスさん、9位がナレカリさん、8位がマチさん、7位がユキヒラさん、6位がナオさん、5位がタカケイさん、4位がクリカノコさん、3位がヨシコッコくんさん、2位が変わってしまったからもう一回読もう。15位がリラックマさん、14位がカズさん、13位がルーさん、12位がマクさん、11位がナチャマコさん、10位がユキピスさん、9位が高松愛知園さん、8位がナルカリさん、7位がマツさん、6位がユキヒラさん、5位がナオさん、4位がタカケイさん、3位がクリカノコさん、2位がヨシコッコくんさん、1位がクマさん。ありがとうございました。ありがとうございました。あとリオさんもありがとうございました。ありがとう。こちらこそありがとうございました。サラハさんもお湯を止められてる。大丈夫な。何があったの STU の家に。 STU の家。そう明日から、そう明日はね、明日から30万ポイント達成を目指して頑張りますので、2000頑張ろう。あ、頑張ろう。びっくりした。急に。そっか、今日坂道さんの番組か。いいね。ということでダメです。あ、リオさんがイチゴって。リオさん、あ、思い出した。リオさんに話したかったこと。まあいいや、今度会ったら話そう。ブレーカーが落ちちゃうんだ。大丈夫かな。リオさんバイバイ、おやすみ。リオさん頑張ってくださいね。バカみたい。頑張ってくださいね。頑張ってください。サイッチョさんお団子ありがとう。リオさんが、リオさん昇格したら、だって確かに。じゃあ自分も昇格すればいいだけか。オッケー。あ、花びらありがとう。バイバイ。明日から花びら集めるので、明日からも花びらお願いします。ハルオさんお団子ありがとう。明日から花びらを集めます。よろしくみんな。また X とか投稿しますのでよろしく。バイバイ、おやすみ。バイツン、バイツンさん。バイツン、やばい。バイツン、ネルツン、ネルツンよ。バイツンさん、ネルツンですよ。ネルツンですよ。緊張して寝れないツンですか。寝てツンですよ。バイツンさん、バイバイ。ケイさん、花びらありがとう。バイツンさん、みんなもツンつけ出してと思う。バイツン、おやつん。